オードナンス BL18 インチ列車榴弾砲とは第一次世界大戦中に開発されたイギリスの列車砲である。この砲は西部戦線で進行した自走砲の代行経過の一つの結果であった。しかし本砲は1920年まで収益することがなかった。砲上で撮影に応じるボッシュバスターの兵員。五門の砲と2両の完備状態の貨車及び機材が 生産された。第一次世界大戦後、これらの兵装は確かに大口景ではあるものの、その比較的短い射程のために、何の利点も持たず、保管状態に置かれた。第二次世界大戦において、二両の貨車は13.5インチ砲の製法のために、用いられ、これらは、フランスの海峡沿岸を占拠したドイツ軍の目標に、対して投入することができた。 1940年の後半、一門の18インチ榴弾砲が、ボッシュバスターと名付けられた貨車の上に搭載された。この貨車は、第一次世界大戦中に14インチ砲を搭載して運用されていたものであった。この砲は、ケント州に付設された、エルハム・カンタベリー戦場に所在する小村、ビショップスボーンに、沿岸防御用として配備された。当時のイギリスには、 ドイツ軍の進攻が懸念されており、これに対抗するための予防措置であった。本法の射程は海峡の超越射撃には不十分であり、このために本法が収益中に砲撃を行うことは決してなかった。ありがとうございます。